ニュースを続けます。サッカーの明治安田生命 J2 リーグ、ロアッソ熊本は昨日アウェーで横浜 FC と対戦し、シーズン終盤に痛い連敗を喫しました。 J2 残留に向けて勝ち点3を持ち帰りたいロアッソ、しかし立ち上がり横浜 FC に攻め込まれます。キーパー畑が懸命に守るも最後は押し込まれ、開始2分で先制点を許してしまいました。ロアッソも前半29分には中山、そして30分には片山のクロスに田中が飛び込みますが、あと一歩ゴールに届きません。そして前半40分、横浜 FC にコーナーキックから追加点を奪われました。残留を信じるサポーターの声援を受け、最後まで泥臭くゴールを目指しましたが、ロアッソバーにも嫌われ5試合勝利なし。 J2 残留に向け足踏みが続きます。さあ、そして順位表です。降格圏21位の山口が昨日の試合勝ったため、ロアッソとの勝ち点差は3にまで縮まってしまいました。さあ、ロアッソ今シーズン残り2試合、そして今度の土曜日はホームでの最終戦です。11月11日、ホーム、最終戦になりますけれど、ぜひ皆さんスタジアムに足を運んでもらって、このチームに勇気を、パワーを与えてくれればというふうに思います。チームもなかなか、今苦しい状況ですけど、最後ホームで、ぜひみんなと勝利を分かち合いたいと思いますので、どうぞスタジアムに来てください。よろしくお願いします。次はロアッソ熊本です。明治安田生命 J2 リーグは残留争いが熾烈になっています。ロアッソ熊本は今シーズンのホーム最終戦に向けて、熊本総動員プロジェクトと銘打ち、声援を呼びかけています。今日はそのスタジアムを熱く盛り上げる男性を紹介します。ロアッソ熊本、熊本総動員、ロアッソ熊本、ホームゲームでのゴールシーン、スタジアムに響く大歓声、おなじみの絶叫。とても嬉しいので、はい、僕自身もすごく嬉しいので。声の主はこの男性、58、語呂合わせでコバのユニフォームを着ている。ミドル、アンジー、よろしく頼むぞ。 DJ コバ、根っからのロアッソファンだ。それもそのはず、 DJ コバはかつて僕ら一緒に戦った仲間でもあるんで。 DJ コバはロアッソの元選手、2009年までゴールキーパーとして活躍した。やっぱりすごく彼はその多分チームのことに対する思い入れとか、やっぱ熱っていうのはかなり持っている。当時と比べると体型はだいぶ変わったが、ロアッソへの熱い思いは何一つ変わらない。スタジアムを訪れた人に次もまた来たいと思ってもらえるようファンと触れ合い、スタジアムに熱を注入するために声を張り上げる。3万人、これが本当に目標で、その3万人の皆さんに僕ウェーブしたいんですよ。ウェーイって赤いウェーブ、それやっぱりロアッソ熊本の本当パワーになると思うんですね。満員のスタジアム、そんな夢を持つ DJ 小畑が今シーズン限りでマイクを置くことが決まった。つまり今度の土曜日がスタジアムで思いを届ける最後の日となる。11月11日は2017シーズンホーム最終戦です。皆さんの熱い声援が選手の力になります。あそこはですね、本当に非日常的な空間です。ぜひ体感してください。スタジアムで待っております。ロアッソ熊本、今週土曜はホーム最終戦です。おっしゃる通り、もう近づいてきましたホーム最終戦。さあ、明治安田生命 J2 リーグ残留争い瀬戸際で踏ん張るロアッソ熊本、ホーム最終戦に向けて熊本総動員プロジェクトとして
多くの方の声援を呼びかけています。今日はそのロアッソから J リーグ史上8人目の快挙を達成した選手の今シーズンご紹介します。熊本総動員今年3月ロアッソのホームゲーム、渾身のガッツポーズにスタジアムが沸いた。 J リーグ史上8人目キーパーが得点を叩き出した。まあ、ゴール決めるってこんなに気持ちいいんだなってつくづくフォワードを羨ましく思いました。あのゴールを決めた佐藤明弘選手、プロ13年目、ロアッソには昨シーズン加入し41試合に出場した守護神だ。しかし今シーズンは序盤で右手を骨折し、出場は9試合にとどまる。その間ポジションを争う畑選手が活躍。佐藤選手にも焦りがあると思いきや、こういう競争っていうのは当たり前の世界なので、誰々がいいパフォーマンスしてる、誰々が悪いパフォーマンスしてるっていうのは あまり関係なくて、チャンスが来た時にしっかりとしたプレーをして、またポジションを奪い返す、また試合に出ることが目的じゃなくて、出てチームを勝たせることっていうのが目的なので。先月怪我から5ヶ月ぶりに佐藤選手がスタジアムに帰ってきた。前節までは畑選手の控えだったが、チームも復帰を心待ちにしていたようだ。プロフェッショナルな選手だと思うんですよね。やっぱりそこに向かう準備もそう、ピッチに立った中の振る舞いもそう、声かけもそう、やっぱそういう存在なんで、そのみんなに安心感を与えるようなもの、やっぱその辺はもう自信持ってやってもらいたいし。J2 残留争い、瀬戸際に立つチームを勝たせるため、今できることに全力を注ぐ、それが佐藤選手のプロとしてのプライドだ。11月11日、ホーム最終戦、ぜひスタジアムで共に戦いましょう。よろしくお願いします。明治安田生命 J2 リーグ残留争い瀬戸際で踏ん張っているロアッソ熊本、今シーズンのホーム最終戦に向けて熊本総動員プロジェクトと銘打ち声援を呼びかけています。今日はチームを脇から支える黒子的存在の選手をご紹介します。ロアッソ熊本、熊本総動員。左サイドを疾走しクロスを上げた背番号7を、片山翔介選手、感情をあらわにしたあの時とは打って変わり、柔らかな笑顔でカメラの前に立った。ゴールに向かう姿勢だとか、まあ、技術的にはそんなに大してまあ他の選手に比べるとそこまで高い方じゃないんですけど、まあ、そういう気持ちの部分とか球際とか、そういった部分が僕の特徴なのかなと思いますけど。練習では歯を食いしばり全力で走り続ける片山選手はプロ12年目の34歳。ロアッソでは牧誠一郎選手に次ぐ年長者だ。今シーズン豊富な運動量が要求されるサイドプレーヤーとしてチームで2番目に多い33試合に出場している。大事なポジションでもあるし、そのアップダウン、まあ、フィジカル的にもきついポジションだと思うんですよね。監督が片山選手に期待するプレーがこれだ。クロスボール、サイドからゴール前にボールを送り得点のチャンスを作る。ゴールにつながったこのシーンでも片山選手がアップで映し出されることはなかったが、脇からチームを支えることに誇りを持っている。こういうところ注目してくださいって。ボールが出てこなくても一生懸命走ってる姿その走り一つでもしかしたら相手を引きつけて他の選手がフリーになったりとか、そういう黒子的なところを見ていただけると嬉しいなと思います。献身的な思いが生んだビッグプレー、片山選手が PK を獲得。
ロアッソ7試合ぶりの得点だった。主役はキッカーに譲ったが、残留争い、瀬戸際で踏ん張るチームに力を吹き込むきっかけは片山選手だった。最終戦は本当に勝利で終われるように、選手みんな、スタッフも、もちろん会社も含めて一丸となって、まあ、サポーターも含めてですけど一丸となって勝利をつかみたいと思っているので、ぜひスタジアムに来てください。よろしくお願いします。はい、ロアッソ熊本のホーム最終戦はあさって11日土曜日です。笑顔健康スタジアムで津永源金沢との一戦、午後2時キックオフです。明治安田生命 J2 リーグ残留争い、瀬戸際で踏ん張るロアッソ熊本は、熊本総動員プロジェクトとしてホーム最終戦、多くの方の声援を呼びかけています。そのロアッソから今日はスタジアムで見たあの場面の真相を2人の当事者に直撃しました。熊本総動員、こちらホームでの福岡戦です。 PK で実にロアッソ7試合ぶりのゴールを決めたというシーンです。期待の若手島田選手のゴールに、この時はスタジアム興奮に包まれました。マスコでビョン君に譲ってもらったんで、マスコは感謝したいなと思います。ちょっと見てみると PK 蹴る直前、ボールを持つ島田選手に9番のアン・ビョンジュン選手が近づき、何やら言葉を交わします。その直後です。なんだか残念そうにうつむきながらその場を離れるアン・ビョンジュン選手、一体あの日何があったんでしょうか。直撃です。僕にはどうしてもビョンジュンさんが蹴ろうとしたように見えたんですけど。ああ、蹴ろうとしましたよ。ですよね、はい、はいはい、その結論だけ言うと譲りました。はい、あの場面、PK を獲得した後の画面上にご注目ください。まず赤い丸で囲んだ島田選手が画面右から左へ、それを青で囲んだアン・ビョンジュン選手が追い越すと、くるりと島田選手、進む方向を変えました。片さんがファールもらったボールをが転がってって、PK ってなって、俺そのボールをこうやって取りに行こうとしたんですよ。そしたら慎太郎は、あいつゴールの後ろのボールボーイにこうボールよこせみたいな感じで来て、ボールもらってもうなんか PK スポットにセットしちゃってたんですよ。だからなんかもう慎太郎の作戦勝ちだなと思いましたというので、一方の島田選手にも聞いてみましょう。福岡戦の PK について今このインタビューで聞かれるなっていうような予感は何かありました？ありました。ありました、はい。まあ、ビョン君も最後まで蹴らしてくれって言われたんですけど、まあ、僕はもう固くなに聞く耳持たず俺はすぐ近くのボールボーイからサッともらって、そういった意味ではビョン君も言ってたんですけど、お前の方が冷静だったって言われましたスタジアムで見せたどうしてもゴールが欲しかった2人の駆け引き。このゴールの後を決めた島田選手に真っ先に駆け合ったのは PK を譲ったアン・ビョンジュン選手でした。11月11日、ぜひ僕らの笑顔健康スタジアムに足を運んでください。熊本県民の皆さんの力が必要になるんで、ぜひスタジアムに足を運んで僕らにパワーをください。頑張ります。さあ、ご覧いただいたように選手の思いがぶつかり合うスタジアム。さあ、そのホーム最終戦ですが、明日に迫りました。 J2 残留争い、もしかしたらこの試合で決まる可能性もあります。そうですね、今シーズンのホーム最終戦、明日の午後2時笑顔健康スタジアムでキックオフです。シュートを打てどもゴールは決まらず、決定力不足に悩むロアッソ熊本、J2 残留なるか。やっぱり一人欲しいですね、ストライカーが。元日本代表山野孝之さんが解説します。山野さん、今日はよろしくお願いします。毎度よろしくお願いします。毎度でおなじみの山野さんこちら前回もロアッソの解説に来てくださったんですよね。5年前ですよ。5年前ですか、はい、変わりないですね。ありがとうございます。ありがとうございますはい、
サッカー J2 ロアッソ熊本は、明日ホーム最終戦です。笑顔健康スタジアムでツエーゲン金沢と対戦します。まず現状を整理してみたいと思います。順位表を見てみましょう、ロアッソは現在20位です、そして明日対戦する金沢は前の試合で残留が決まっています。決まってんね、はい、はい、そうです。22位の群馬は降格権入りが決まっています、となると、はい、となると、さぬき、熊本、山口、この3チームのうちの残り1チームが降格権入りとなります。残り2試合で、はい、そうなんです。怖いね。怖いです、はい、ちなみにこの21位、山口との勝ちの差、勝ち点の差が3つとなっていて1勝分なんですが、はい、この状況いかがですか。いや、もうこうなったらもうトーナメントですよ。まさに負けたら終わりというような感じになってますね。はい、そして山野さん、最近の試合からロバスの印象はいかがですか。印象、やっぱりね、点が取れてないんですよ。シュート打つけどね、点入ってない、そんな印象ですね、はい、その得点、点が入っていないというお話がありましたが、こちらリーグの得点のランキングになっています、もう少ない順に並べていまして、少ない順ね、そうなんです、一番少ない群馬は、降格権入りが決まっていて、ロアッソはリーグで2番目に得点が少ないんです。やっぱり当たってるね。僕少ないと思ったらやっぱり2番目に少ないの、はい、そうなんです。うわ、それでは映像を見ながら解説をお願いします、はい、こちら先月の徳島戦です、島田選手のゴールシーンですね、はい、これ見ましたよ。これはね、速攻バッチリ決まりましたね。バッチリ、これアンからの縦パス、そしてキーパー誘い出してゴールインと、見事でした。このシュートはね、私でも打てますからね今でも。もう一回見ましょうか、はい、この縦パスが早かったですね。そうですね、アン選手から、アン選手のこのターンの良さ、そして中央を走る選手ですよね、島田選手ですね、シュートをしたのがね、そうですね、八久保選手からこのやっぱり一人二人三人目の動きでね、このコンビネーションが良かったですね。というと一人二人三人目というと前線の選手が大事になってくる、そうですね、やっぱりあの前線の選手がプレスもかける、そして速攻でもコンビネーションを組める、これがやっぱり強いですよ、はい、そしてこちらがその前線の選手たちです、ワントップアンビョンジュン選手、でそのシャドウに、島田選手、中山選手、八久保選手という選手たちですが、どういった印象ですか。やっぱりあの個人個人はいいものを持ってるんですよね、ただこの4人がうまくコンビネーションを組めば点ができる、コンビネーション、タイミングよくね、ここが問題ですよね、そしてこのアンビョンジュン選手、ワントップのアンビョンジュン選手なんですが、チームトップの7得点を決めています、そのアン選手にお話を聞いてきました。シーズン通して今までのプロのキャリアの中で一番試合に出たシーズンなんですけど、ゴール数だったりっていうのも、もっと取りたかった、取りたいっていう思いはありますし、相手のディフェンスが結構マンツーマン気味にこうついてくるっていうスカウティングもあるんで、相手がついてきてできたスペースに誰かが動くとか、そういう連動した動きっていうのは意識して、取り組みました。そして昨日の練習でも金沢の守備を想定して攻撃陣が連動して崩す練習をしていました。はい、やっぱり今のパス一つ見てもディフェンスラインの裏ついてますよね。はい、アン選手が相手を連れ出して、そして一回パスをもらって落として3人目が裏をつく、そういうトレーニングだったと思いますね。この次の場面なんかも、ここ落としてから、そしてゴール前でのコンビネーションシュート、でこれはもうこういうボールですよ、ディフェンスラインの裏へね、キーパーとの間へボールを出してシュートまで、コンビネーション、こういうねコンビネーションが決まれば、明日も点取れますよ、明日、点を決めて、ゴールを決めて勝てば残留がぐっと近づきます、はい、明日のホーム最終戦への思いを池谷監督に聞いてきました。やっぱ自分たちで決めるという、そういうゲーム展開、プレーになってほしいなと思います。多くのファンサポーターの方が来てくれるっていう、その
やっぱり舞台を整えてもらってるんでね、やっぱあとは選手、まあ、チームとして、それに応えていく、本当に泥臭く戦っていく、まあ、そんなもう本当原点なところが勝負を決めるのかなと思うんで、そこは本当に出し切りたいなと思います。池谷さんも、まあ、泥臭く戦いたいと話していましたが、そうですね、こういう試合、本当にね、あの舞台は整ってるとね、はい、サポーターもね、馬力かけて応援してると、はい、ね、そしてこのチームも一体となって、はい、本当にね、全員でイケアという感じですね。イケアという感じですね、はい、言ってください、はい、明日も熊本みんなで一体となってイケアで応援したいと思います、はいはい、チームもシーズンの終盤を盛り上げようと熊本総動員プロジェクトを行っています。私が今日つけているこのバッジもその一つです。サポーターやメディアも巻き込んで残留を勝ち取ろうと様々なイベントを実施しています。明日スタジアムで選手たちに力を、声援を送りましょう。そして会場に行けないという方は NHK では総合テレビで2時から中継でお伝えします。山野さんには明日も解説をお願いしています。はい、お願いします。私も明日リポーターとして参加します。山野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今シーズン残り2試合となって現在20位のロアッソ熊本です。降格圏内に転落する可能性もあり、絶対に負けられません。勝利が遠く、 J2 残留へ厳しい戦いが続くロアッソ。降格圏の21位山口との勝ち点差は3となり、まさに崖っぷちです。残り2試合になって、まあ、今置かれている状況とか環境的にはやっぱりかなりの危機感っていうのは当然あるし、自分たちで勝ち取るっていうこと、だから他がどうなったとか他の結果がなんていう、まあ、そういうことはもう一切考えずに、この2試合あのチャレンジャーとして戦おう。最近の5試合で勝ちがなく、2得点と攻撃も精彩を欠くロアッソ。指揮官が期待を寄せるのが攻撃的ミッドフィルダー、ユース出身の島田選手と2年目の八久保選手、ともに熊本出身です。明日はホーム最終戦、燃えています。僕の持ち味はやっぱりこの左足で、シュートやってドリブルだったりっていうのが得意なんで、まあ、自分の持ち味をやっぱりピッチで表現するのが一番大事なんで、ホームで結構サポーターがたくさんいた試合で結構結果を残してきてるんで、まあ、たくさんの人の中で活躍するっていうのは、まあ、僕もイメージできてますし、そういう強い力、強い気持ちで、まあ、試合には臨もうと思います。そして今シーズンで引退を表明したキャプテン岡本選手。まずはやっぱ試合に出てあのプレーでチームを引っ張りたいですし、次で決めないとっていうところはみんな感じてると思うので、まあ、ホームですし、まあ、皆さんの後押しも受けながらしっかり次であの残留決めたいなと思います。チームを支えてきたサポーターの思いも乗せて残留へ向けた戦いに挑みます。はい、本当に頑張ってほしいと思います、はい、ホーム最終戦は明日金沢と対戦です。